古事記と女ってすごいタイトルなんだけど、ただこれ入選しただけじゃなくて美術院賞を受賞して、で10月には日本美術院院友に推挙されるというね、感じなんですよ。で結構調子取り戻してきたじゃないですかみたいな感じなんですけれども、書いたって立ち直りかけると何かが起きるっていう書いたあるあるがあるんですよ。書いたあるある。はい。で美術院の院友に推挙された同じ頃に、あの根津でね最初に下宿した元芸妓のおばさんと偶然再会するんですよ。でいきなり好きになっちゃうんです。おばさんってぐらいだから結構な年上なんですよ。だけど元芸妓さんだからちょっと色っぽいんですよ。でそのおばさんがどうもその根津にいた頃ね一緒に住んでた男と別れてね、食うに困ってると。おばさんが、僕はおばさんを支えるとかって言って、自分も食えないのに、あの焼き絵のバイトを一生懸命やっておばさんに金あげちゃったり、うん、始まるんですよ。危なっかしい。危なっかしいでしょ。危なっかしいでしょ、うん、でおばさんもまあちょっときょとんじゃないですか、この子どうしたのみたいな感じじゃない。でやっぱりちょっと空回っちゃうんですよ。あ、おばさんはそんな気はないんですね。あのお金くれるならちょうだいっていう、いやいや感じですよ。おばさんは受け取っちゃうんで、あら助かるわぐらいの感じじゃないですか。おばさんにしてみれば、いやいやいや、この若いのに偉いわね、見ついてくれたけど偉いわねぐらいの感じじゃないですか。おばさんはあの寝ずにいた頃ね、そのおばさんに三味線を教えてもらったりもしてるんですよ。ね、あの恩を忘れなくて今時関心な子だぐらいの感じじゃん。おばさんはそんなもんですか。それでどうもうまくいかないと、でどうもうまくいかないとなると旅に出るのも書いてあるあるじゃないですか。で今度は房総に旅に出たんですよ。で房総で書いたこんな作品悪くないんですよ、綺麗、いいんですよ。でこれをなんか本人はシャルル・コッテ風の場所があったので書いてみた的なこと書いてある。シャルル・コッテって知ってる？いや知らないでしょ、まあこんな感じのシャルル・コッテっていうフランスの画家がいるんだよ、この人ブルターニュの景色をやたら描いてる人で、でブルターニュを描くグループでバンド・ノワールっていう黒い一団って呼ばれるグループがあって、漁師が溺れて死んだとことか割と暗い絵を描く一団の人なんだよ。で、まあ、ちょっと前に国立西洋美術館でブルターニュ展ってやってたんですよ、日本の画家もたくさん行ってるよみたいな、ブルターニュに行って絵を描いた人の作品がいっぱい出てる、ブルターニュ展ってすごいいい展なんかやったんですけど、そこにコッテの作品出ててさ、シャルル・コッテの作品ね、国立西洋美術館29枚もあるんだよ。すごいたくさん。すごいたくさんあるんだよ、で全部松方コレクションなんだよ、あの松方幸次郎が第一次世界大戦の後ぐらいに買ってるんだよ。だから描いたの頃の日本ではどうもコッテ有名だったんじゃないかっていう話で、そこで思い出したんだけど、 そのブルターニュ展にも出てるんだけど、これ山本かなえこの作品ブルターニュ展にも出てるんだけど、これブルトンヌっていうぐらいでブルターニュの女の人書いてるんだけど、1913年にあの小杉芳庵と一緒にブルターニュ行ってるんだよ。だからそういうこともあって多分書いたはシャルル・コッテのことをよく知ってたんじゃないか。どうも今では日本であんまり忘れられた画家なんだけど、どうも戦前には日本ですごく有名だったらしいっていう、この人整備に29点もあるっていう、そういう作家だったんだけどね、まあ、ちょっとそれは余談なんですけども、で房総に行ってこんな絵を描いて、でもうおばさんとは別れるって、ね、付き合ってたっけってなりますけどそこなんだよ、ね、あれってなりますね。あれってなるでしょ。で、あの暮れに房総行ってね、年明けに帰ってくるんだけど、もうすぐまたおばさんとこ行っちゃうんだよ。懲りないな。懲りない。ダメじゃんみたいな。それでおばさんとこ行ってあげくね、
結局自分はねおバカさんとして都合よく使われているだけなのだみたいな分かってんじゃんみたいなおばさんもちょっとあんまり無限にもしなかった、ね、無限にもうこんなもう手のひらの上で転がすようなもんじゃ、うん、相手が悪いですね、うん、でその焼き絵のバイトのさもう本書いたにしてみればさもう投げ出しの金だけどさ、うん、おばさんにしてみりゃさ、うん、なんかしんないけどちょっとずつちょっとお金持ってきてくれるぐらいちょっとかわいそうじゃないですか書いたかわいそうなんですよ、うん、だからもうますます酒飲んじゃうんですよ、うん、で1918年の1月には人力車に無線乗車して警察に捕まってみたり、あとすれ違った女性にいきなりキスして捕まってみたり気候が始まるんですよ、はあ、それで後見人をやってた小杉法案が、うん、もう見かねてちょっと書いたダメだとお前そんなことやちゃんと絵をやれっつって、うん、金がないなら俺が買ってやるっつって80号のキャンバス買ってくれたんだって、これにお前ちょっとしっかり対策かけようってさすがに分かりましたって でこの風船をつく女っていうのをそれに書こうとしたらしくて、うんうんうん、紙風船をこうやって、うん、何枚かデッサンは残してるんだよ、うん、で結局完成作はないんだよね、うん、でもまあ意欲的に制作を始めるんですよ。それで3月にまたその美術院研究部の試作展があった時には作品出して奨励賞をもらったりして、うん、まあ、小杉法案とか山本課題がねみんな書いたしっかりしろみたいなことあって立ち直りかけるんですよ、うん、で書いてあるある何でしたっけ、立ち直りかけると何か起きる、ね、美術院の試作展で受賞して奨励賞をもらって立ち直りかけた、まさにその3月、あのもう忘れちゃってると思うけど最初に恋したモデルのおたまさん、おたまさん結婚のご報告が入るんですよ、はい、でどえらいショック受けて、好きだったの、うん、まだ引っ張ってたんだみたいな一途ですね、思い出してと思い出すとまただってそれ以外もなんかいろんな人に恋してるんで、この人もう見る人みんな好きになっちゃうぐらいの勢いで好きになっちゃってるんだけど、はい、あのおたまさんのへの思いが久しぶりに燃え上がっちゃってものすげえ長いラブレターというか詩みたいなの書いてんだよね、幸せになってくださいみたいな、結婚おめでとうとおめでとうあのこんなは僕なんかじゃなくてみたいなさすがに出さなかったらしいんだけどよかった、まあだから3月におたまさん結婚、うん、で4月突然血を吐きましたそれで、病院に行ったら結核だという診断が出て、これがもう大ショックなんですよ。それで5月には肺炎を起こしちゃって一時危篤にまでなっちゃうんですよ。で6月から両親の家で、もうまあ家帰ってこいっていうことになって、うん、両親の家で静養するんだけど、親父とまたほら折り合い悪いじゃん、うん、7月にはその親父が行方不明になっちゃうんだよ。で8月にはもう結核が悪いからって言ってまた外房に療養に行くんですよ。でこの時はねもうやっぱり前回と違ってね作品ほとんど残ってないんだよね。でそれでも家で一生懸命書いて、で9月の院展に100号対策だよね、タバコのみっていうタイトルだったらしいんだけど、タバコ吸ってる人が書いてある絵らしいんだけど、それを出したんだよ。でそれ自分は外房に行ってるからお母さんにあの出品頼んで置いてったんだよね。でそれが9月の院展で落選しちゃうんだよまた。ほいでこれはもうその後自分で破り捨てちゃったから残ってないんだよね。でもうこれはダメだみたいな。で10月には外房の鴨川で突如大量喀血して入院、それで友達とかが行ってで東京に連れて帰ってきて親元で静養を始めるっていう感じなんですよ。だこの頃になるとこう自画像も厳しくなってきますよ。厳しいですね、シワが増えてますね。シワがもう鬼のシワがすごいことになっていきますよね。でさすがにもうみんな周りが見かねて山本かなえがあちこち駆けずり回って月々お金を出してくれるね、はい、実業家を探してきてくれたんですよ。月々10円出してくれる、うん、パトロン見つけてきてくれて、うん、でそのお金で家を出て、うん、
代々木に新しく家を借りて、でそこで、ちょっと小康状態を取り戻すんですよ、うん、で絵も描き始めるし、で近くのカフェの女給に恋してみたりする余裕も、うん、また出てきたんだけど、もう一方でもうちょっと俺ダメかもしれないって言って、うん、この18年の年末に第一の遺書っていうのを書くんですよ。もう自分はどうも暗い方へ暗い方へって言ってしまいますみたいな、小杉さん、かなえさん、こんな僕を支えてくれてありがとうみたいな、もう第一の遺書書く。で開けて1919年の2月にまたあの美術院の試作展にこの字がどこ、これに比べるとだいぶ一落ち着きしてるんですよね、うん、これとかこの風景が、うん、松とえのきとか、うん、この辺を出品するんですよね、うん、でまた美術院賞をもらったりして良くなってきたかなって思われてたんだけど、一方ではまたあの気候が出るようになって、なんかものすごい長い50センチぐらいのパイプ持ってトルコ棒にドクロの絵描いてうろうろしだしたりとか、変だなというのが出始めちゃってるんですよ。で2月、まあこれがあの試作展があったその同じ2月の7日にあの第2の遺書っていうのも書いてて、まさに予言したかのようなんだよ。2月の7日にその第2の遺書を書いて、その1週間後の2月14日に発熱したんだよ。それで病院行ったらなんとスペイン風邪だったんだよ。で結核とスペイン風邪のダブルでそのままもう重篤になっちゃって、2月18日にもうなんかみぞれ混じりの雨が降ってる中、急にあの外に飛び出して、で草むらで倒れてるのを発見されて運び込まれたけど、もう危篤で、で結局2月20日午前2時22歳でという2ぞろいで亡くなっちゃうという、そういう人生だったんですよ、描いたの人生。駆け抜けましたね。駆け抜けたんだけど、こうやって見ての通り、この最初の威張りする尿みたいな、この画風っていうのは意外に確かに元気な頃なんだよ、うん、むしろいろいろ病んでからの方が穏やかな絵を描いてるぐらいの感じなんですよ、うん、で没後、亡くなった次の1920年に、まあ、あの有島武夫があのかつてこの賞を取ったこの神奈と少女、私の顔はこんな赤くないって言われたこの作品を有島武夫が100円で買ってくれて、うん、その100円であのあそこの雑司ヶ谷にお墓、墓石買ってお墓ができて、でその1920年にあの書いたの詩とか短歌とか、まあ、短い小説とか日記を集めた書いたの歌えるっていう本が出るんだよ、うん、でこれがすごく売れて、うん、で次の年には書いたの歌えるその後、うん、および書いたの話っていう本が出るぐらい、まあ、売れたわけ、うん、だからこの書いたはまず最初にこっちの文章が知られちゃったんだよ。ははは、激しいことばっかり書いてる、火だるま書いたみたいなことばっかり言ってる文章の方知られちゃったから、そっちのイメージが強くついちゃって、でこういう絵のことばっかり言われるようになったんだけれども、でもこの詩とか日記に書かれた傍若無人で有望なアニマリズムの村山海太っていうのは、それって実像とは俺逆だと思うんだよね。要するになりたかった自分だと思うんだよね。本当は人一倍神経質だし気使うし優しい優柔不断な強がり海太だったと思うんだよ。だからあの展覧会に出すときはいつもやっぱりちょっと入賞しそうな作品を選んじゃうし、だからあのおばさんのとこにさバイト代持ってってみたりとかさするしさ、別れるって言って行ってもさ帰ってくるのにまた行っちゃったりとかさ、もうとっくに忘れたはずのおたまさんの結婚にショックを受けてみたりとかさ、割とさ、まあ、そうめめしいところがある人なんだよ。だから俺は強くならねばならないとかね、もっと無遠慮に生きようとか、そんなことばっかり、決意ばっかりここで言ってんだよ。だからそれはさ、禁酒禁煙と同じでさ、できないから書いてんだよ、これ。結局は。だそっちのイメージが強くなっちゃったけど、本当は、
本当の書いたっていうのは意外になんかこういう感じの人だったんじゃないかなっていう気がするんだよね。優しいですよね、うん、でずっと風景画を描いてんだよ。もう中学の時から一貫して、うん、で意外とこの風景画に一番村山描いたのが本質って出てるんじゃないかなっていう気はするんだよね。で描いたのを知りでね、人々よっていうのがあってね、また人々に対して上から目線でいろんなこと言ってんだけど、我は心に数千の宝玉を蓄え、何時らの前に現るべし、その時の何時の驚きは我の知るところにあらず、みたいな詩があるんだよ。だから確かにこの人はさ、もうその数千の宝玉のような才能を持って現れたんだよ。でそれをさ一気にぶちまけたんだよ、バーって。でぶちまけた中でさ、やっぱりほら血の色のガランスをしたルビーだとかさ、あるいはさ、最初の頃はあの二少年図とかやたらウルトラマリン使ってるだろう、ああいうウルトラマリンのサファイアとかさ、そういう色鮮やかな光玉のイメージばっかりが強いから、そればっかりが目に入るけど、実は一番本質的だったのはもう非常に脆いガラスのような、こういう透明なガラスの部分っていうのが村山海斗の本質だったんじゃないのかなという気がしますね。だからこの村山海斗は強がり海斗の部分で、ルビーのような宝玉のガランス、実は本質はこういう透明な脆いガラスのような心だったのかもしれない。だからこそこの人長生きしてほしかったなってのあるよね。ああそうですね、最終的にどこに画風が落ち着いたんだろうっていうところを見たかったなっていう気はしますけどね。ある意味路悪的っていうか、うんうん、悪ぶって、まあ、中二病なんだよ、うん、要するにずっと30代になったらどんなね大人になったらね、素直になれてたら素直な書いたはどうなってただろうかっていう感じなんだよね、うんはい、どうですか、こうやって書いた。いやお話伺うと本当にそうだったのかもなっていう気がしてきて逆に親近感が湧いてきましたね。なんかこう燃えててとっつきにくいみたいなイメージだったのが、いや全然ピュアでウブじゃんみたいな。そうなんね、うん、あの人付き合いちゃんとできて、うん、すごい気遣いでちゃんとお礼も言う人でだったんだろうなっていう、そうなんだ、だいぶイメージが変わりましたね。あと病気でもずっと書き続けてるのが、うん、なんかあんまり休まず書き続けてるような感じが。書き続けてる、そこはもう、うんま、なんか真面目なんだよ。真面目ですし、好きだったんだろうなって思いますね、うんうん、もうそれはもうどんな状況でも、うん、あの書き続けてはいるんだよね、うん、そんな村山海斗の生涯でした。